イアン・ギランはイギリス出身のロックボーカリスト。身長185センチメートル。ハードロックバンド、ディープパープルのメンバーとして知られる。2016年、同バンド名義でロックの殿堂入り。ディープパープル時代、ギラン時代イギリスロンドン市、ハウンズローにて、スコットランド系の家庭に生まれる。少年時代にエルビス・プレスリーに憧れたのがきっかけで1962年に、 ガースロケットザ・ムーン・シャイナーズというアマチュアバンドを結成し音楽活動を始めた。その後、セミプロバンドのザ・ジャベリンズを経て、1965年にプロバンドのエピソード6に参加する。1969年、同じエピソード6のメンバーだったロジャー・グローバーと、共に第2期ディープ・パープルメンバーとして加入、ボーカルとパーカッションを担当する。 ブルースをベースに金切り声を立てる独特のボーカルスタイルは後のヘビメタルボーカリストにも大きな影響を与える。なお、彼の在籍した期間にインロック、ファイアーボール、マシンヘッド、紫の肖像のスタジオアルバムのほか、1972年の初来日公演を収録したライブインジャパンを残している。1973年の日本公演後脱退。 1970年にはミュージカルの記載ティムライス作詞アンドリュー・ロイド・ウェバー作曲でイエス・キリストの最後の7日間を描いたミュージカルジーザス・クライスト・スーパースターのオリジナルキャストの主人公イエス・キリスト役としてイボン・ヌ・エリ・マンダと共にアルバムの録音に参加しているこの2枚グミ・エルピは1971年のビルボード年間アルバム部門で1位となる大ヒットと なり、ニューヨークブロードウェイでの舞台化につながった。また、1973年の映画化に際しては、主演での起用依頼もあったが、ディープパープルのツアースケジュールを優先するために、マネージメントが断っている。ディープパープルを離れてから、モーターサイクルとホテルの多角経営で、音楽ビジネスから退き、1975年、ロジャー・グローバー主催による、 バタフライボールのコンサートで復帰を果たす。1976年からヤンギランバンドで音楽活動を再開、即興的な音楽からの影響を導入し、ディープパープルとは、趣きの異なるジャズロックスタイルが、日本では人気を博すものの、イギリスでは、オールドスクールの音楽は評価されずに一旦解体し、新たな編成によるギランを結成する。グルジアで、 妻ブロンと結婚式ファンとのショット1983年、突如、ブラックサバスに加入して、アルバム、悪魔の落とし子を制作。プロモーションツアーを行いアンコールに、スモーク・オン・ザ・ウォーターを歌ったが、これが、ファイア・プレスから、パープル・サバスと揶揄される事態に陥り、正当な評価は、ほとんど得られなかった。結局、1984年4月に、 ディープパープル再結成のためにグループから離れた。1984年の再結成ディープパープルに参加、アルバム、パーフェクトストレンジャーズを制作。1989年にブラックモアの移行により解雇され、1992年のアルバム紫の聖戦のレコーディング中に復帰するが、ブラックモアが納得できるボーカルパフォーマンスに達しなかった。 が、そのまま、紫の聖戦が見切り発射的に発売されてしまった。グループ結成25周年記念の1993年に、ギランの復帰に反対していたブラックモアが脱退した後、1994年に、スティーブ・モーズを迎えて以降バンドの状態は良好で、現在までメンバーとして活動している。2006年には、歌手生活40周年を記念したセルフカバーアルバム、 ギランズ・インをリリース。また、同年発売の XBOX360 用ソフト、ブルードラゴンの挿入歌、エターニティの歌手として参加し、同作のボス戦 BGM として使用されている。2011年には、ブラック・サバスのトニー・アヨミと共に、アルメニア王自身の被害を受けた、音楽学校の再建を目的とした、チャリティプロジェクト、フーケアーズを結成。これには、 ディープパープルの名優のジョン・ロードに、リンレ、ニコ・マクブレーン、ジェイソン・ニューステッドらも参加。シングル、アウト・オブ・マイ・マインド、ホーリー・ウォーターを発表。スタジオアルバムライブアルバム、ディープパープルのヤン・ギラン、殿堂入りに、コメントバックス。ありがとうございます。